アメリカの1月の鉱工業生産指数は前の月から上昇するとの予想に反して 0.1% 低下しました。自動車と関連部品や機械などが落ち込んだことで製造業が3ヶ月ぶりにマイナスに転じ全体の重しとなりました。また設備稼働率は前の月から 0.2 ポイント低下しています。